ご回線をお願いします。アダトムルーピージュニアハイテク級5位138の5分の4セルビアのいシットスラポン。あのこれは世界ウェザーイエルメライゾンウェザー級チャンピオン さあ、いよいよメインイベントでありますラモンデッカー対センチアンノイシスラポン。画面左がラモンデッカー、こちらがセンチアンノイであります。ラモンデッカーは世界ムエタイ連盟ライトウェルター級チャンピオン、センチアンノイはルンピニージュニアライト級5位、そして元ラジャランランジュニアライト級チャンピオンであります。さあ、まだ見ぬ強豪が夢の来日を果たしてくれました。超大物センチアンノイのこれからワイクーが始まります。文字通りタイとオランダのトップ対決になりました。このセンチアンノイですが、元ラジラムランジュニアライト級チャンピオンのセンチアンノイ、今年に入りましてからはルンピニーでルンピニージュニアライト級チャンピオン、1月でしたチャーリーに KO 勝ち、そして2月に今度はルンピニージュニアフェザー級チャンピオンのスーパーレックに勝ち、来日前絶好調なところを見せております。まあ、文字通り統一チャンピオンと申し上げても過言ではないでしょう。桁外れの実力者、今タイで最も充実している男、このように身を取っています。24歳、海外の強豪とはデッカーとがこれが3度目であります。ニュージーランド、オランダ、そして3度目デッカーとの対決、初来日であります。さて山下さん、はい、このマシラス日本キックボクシング連盟は、大物を続々この呼んでおります。先ほどワールド組織にさらに拡大していくという話がありましたが、もう少し詳しく説明していただけますか。そうですね、これまでですね、我々日本とタイですね、まあ、これを中心にずっとやってきたんですね、はい。まあ、今ではアメリカ、韓国も交えてやってるんですが、特にヨーロッパですね、その中でもオランダ、フランス、まあ、こういうところを中心にですね、ドイツ、イギリス、まあ、これらが非常に盛んになってたんですね、キックボクシングが、はい。で今では南半球のですね、オーストラリア、ニュージーランド、まあ、こういったところでもね、非常に盛んになってきてるんですね。ああ、そうですか。ですから今後我々連盟としてはですね、はい、さらにソビエトも加えてですね、世界レベルでですね、ワールドマーシャルアーツキックボクシングっていうようなことで、はい、組織を作っていきたいと思っています。なるほど。この国内におけるジム加盟も20をね、優に超えておりますしね。そうです。まあその下にもですね、はい、空手の組織も随分ありますしね、選手の層というものはかなりもうできてきてますね。なるほど、それは楽しみです。興行的にも、日体投票決戦の第4弾が山木ジム6周年記念として、行われます。これはいつですか。5月の24日です。はい。そしてその興行にはイッソラーが来日、ノックウィーの名前も上がっております。さあ注目の第1ラウンド、さあデッカーがあの時と同じようにブンチャイ戦と同じようにパンチを振っていきます。左右のフック、ラモンデッカーであります。さあ強豪を迎えましたラモンデッカ ー、対戦相手が当初のこのブンチャイから変わりまして、デッカーを出しましょう。あとすごいエルボーだ、そしてパンチ、左右の連打、苦戦を強いられそうでありますが、そのあたり精神的にもこの動きにも感じられませんね。そうですね、はい。もうチャーリーというですね、タイの現役のチャンピオンも KO で勝ってますから、はい、この辺はもう自信持ってですね、はい、やってますね。そうですね、そのデッカーへの声援も非常に多い。ブンチャイ戦激闘を思い出します。昨年の12月日本のファンのハートを完全に掴んだようでありますラモンデッカーであります。さあそのデッカーも昨年4月ルンピニージュニアライト級チャンピオンチャーリーをオランダで KO、 そして、ルンピニージュニアフェザー級チャンピオンスーパーレックとも激闘、これはムエタイ史に残る激闘でした。そしてルンピニーライト級チャンピオンイッサラーとも互角の戦いを見せております。そしてこの前のブンチャイとの激闘、すごい対決になりました。背中黒いトランクスがワンツーからローデッカーであります。まあオランダ勢が今日この
ね、あの VTR 見ていただくと分かるように、2連敗してますんでね、これ鳥ですからね。そうです、はい。まあ、ラモンデッカーあのかなり自信を持って今回挑んでますんで、はい、いい試合やってくれると思います。そうですね、右のエルボー行きました。ラモンデッカーであります。大旋風をとにかく起こしましたこの日本でのラモンデッカー。こちらのセンチャンの岩は初来日であります。左のミドル、相手をちょっと伺っているという感じでしょうか。そうです、ね、ガードを固めております。センチャンノーイ、しかし先ほどこのあのデッカーが見せましたこの思い切りの良さというのはこの日本のヤングキックボクサーたちも見習うべきですね。そうですね、このデッカーにかなり影響を受けた、まあ、室戸もそうです、このデッカーに右のストレート影響されてこのウェイトレーニングを始めました。右から左、ラモンデッカーです。あの時あたりもね、このデッカーの、ファイトにかなりフェザー級チャンピオンのバンタム級チャンピオンの影響を受けたようですね。そうですね、前回あのラモンデッカーはいい試合やりましたんでね、はい、対人以外でもですね、タイの一流選手と互角に戦えるんだというのをですね、目の当たりにしてかなりあのいい刺激になったと思います。そうですよね、それからこのデッカー、ラウンドの間に1回か2回、まあ、パンチをまとめるとしますがこれだっていうのをこう作るっていうのが必要だというのを我々に教えてくれましたよね。そうですね、まあ、しかしあの今日これやってます、はい、あのセンティアノイですね、もう実力ナンバーワンと言っていいですよね。本当ですね、膝いきます。そしてボディーブロー、ムエタイではこの1、2ラウンド見ていくのが定石ですね。そうです、はい、正という感じがいたします。胴よりも正という感じがします、このセンティアノイ。一方胴という感じがします、正と胴。ラモンデッカー上から右パンチを集める、これ第1ラウンド終了であります。しかし今のパンチ、この両腕であのセンチャーノイブロックしてますね。よくあのラモンデカのパンチをですねブロックしてますね。この鉄壁のガードと申し上げていいんでしょう、このラモンデカのパンチをガードしておりましたセンチャーノイ。見応えのある第一ラウンドでありました。このしかしセンチャーノイですけれども、デッカーの突進をどうなんでしょう、さりげなくこうさばいてるという感じがしますね。これも一流選手のですね、はい、あの条件だと思うんですが、高度なテクニックですね、これをさりげなくできるっていう、はい、まあ、すごい選手だと思いますよ。ラモンデカ84年にアマチュアボクシングを始めました。15歳でデビュー、出身地ブレーダの高校卒業後2年間料理学校に通って、その後デビューをいたしました。メンホージムの所属、このメンホージムといいますのはルック・フレヘイヤー、これはピーター・スミットを破り WKA 世界ジュニアライトヘビー級チャンピオン、現在スーパーライトヘビー級と合わせて2冠王でありますルック・フレヘイヤー、それからマイケル・リオファット、今日参加しましたけども一戦級が揃っているメンホージムであります。そのメンホージムのトップがラモン・デッカーであります。ラモンデッカーどういう攻めを見せますか。右の背を行きました。このメンホージムのコー・ヘマース会長がこの義理のラモンデッカーのお父さんにあたります。オランダの78キロ級チャンピオンでもありました。弟のこのカールデッカー弟のボクサーなんですね。キックそうですね、はい、強い選手ですよ。17歳です。アマチュアボクシングのジュニア国内チャンピオンにもなっています。デッカーの彼女もキックボクサーって言うじゃないですか。そうですね、そういう環境で頑張っております。ラモンデッカーオランダ今日はそこにやってますね。逃げ回っています。ラモンデッカーです。センチャンノイ、斜めの強豪、左のミドルを出していきます。非常にこのオールラウンドの選手って感じがしますね。そうですね、パンチと蹴りとうまいコンビネーションで、はい、やってますね。それからセンチャンノイ今日はあっとパンチをよく出してますね。そうですね、普通はラモンデッカーのですね、はい、パンチを警戒するためにですね、どうしてもパンチが出なかったんですね。なるほどね、センチャンノイあれパンチを積極的に出してますんで、ブンチャーなんかそうでしたよね。そうですね、まあ、デッカーもこう攻撃一辺倒のところがたまにありますんでね、そうですね、意外とこの辺りジャンプ先生、はい、先手のパンチがラモンデッカーの顔を的確に捉えているじゃないですか。そうですね、時折この素晴らしいカウンターを取っていきます。センチャーノイ、左ストレートがちょうどまっすぐ入る形になりますね、はい。それとまた呼吸の良いですね、左のミドルキックですね、これ上下の使い分け非常に良いですね、はい、前進するセンチアンノイ、まあ、このムエタイの基本というのはカウンターですよね、胴に来るところにパンチを打っていきました。センチアンノイ、これはバランスを崩していますラモンデッカーです。このパンチがここに入ってきますとデッカーがガードに気を取られますので、膝打つチャンスですよ ね、 そうですね、あるいはミドルを打つことができます。センチアンノイ、
ロープに詰まる。あっと左のストレート、そして膝、ガードがちょっと空いたところへ膝を持っていきました。あんまりデッカーもパンチを警戒しますと蹴りをもらってしまいますね。この辺り非常に抜いていったのは歪めですね。歪めですね、パンチかと思えば蹴りが出るし、はい、蹴りかと思えばパンチが出るし、その辺もまた使い分けが非常に先手に上手ですね。はい、左のミドルを捉えた。うん、しかし後が続きます。うん、パンチをまとめるラモンデッカーです。やはりどうなんでしょうか、ある人に言わせますとね、この動きを察知するのに目を見ると思います、ある人はこのお腹の筋肉の動きを見るって言いますね、まあ、その選手によって違うと思うんですが、まあ、大体はこれ目を見るんですね。あは、そしてまたそれは子供の頃から培っているわけですね。そうです。見事なカウンター戦法を見せました。このセンチアンノアになります。目がいいですね、肘あるいは膝、こういったもののコンビネーションをいかんなく発揮しております。センチアンノーイであります。しかし山木さんね、このセンチアンノーイぐらいになりますと、このデッカーのパンチをですね、いわゆる相手の持ち味を殺すということができるんですね、そうですね。ラモンデッカー非常にパンチが強いですし、しかもパンチのダッシュですね、畳みかけてきますんで、まあ、波の選手でしたらですね、もうダッシュに負けてしまうんですね。しかしデッカーにとりましても、今回ジャッジはですね、今リングサイドに移りましたが、日本勢なんですね。そうです、キックルールでやってますんでね、前回はブンチャイとの一戦はムエタイルールで、蹴りのポイントが少なくてパンチのデッカーにとっては不利でした。そうですね、今回もじゃあチャンスですね、チャンスですね、判定に行きましてもね、デッカーは非常に有利になると思います、さあそのラモンデッカーであります。昨年は10試合を消化、いずれもビッグマッチでした。相手の大半がムエタイランカーでした。ムエタイの戦い方も十分分かってきていると思います。それから山木さん、昨年はラジャラムランにも白人のフランスのランカーが誕生したんだそうですね。オランダのラモンデッカーも負けていられません。左のミドルからワンツーを打っていく。相手をよく見ているこのセンチャンノーイであります。さあデッカー、センチャンノーイの肘膝が飛んでまいりますが、とにかく打ちまくる戦法へを取るのかどうか、逆に左のストレートがまっすぐ当たります。センチャンノーイであります。このセンチャンノーイのガード崩せませんか、山下さん。そうですね、なんか余裕を持ってですね、ラモンデッカーの攻撃をなんか、見えるようですね。そうですね、このパンチを封じられますとデッカーとしてはこのいわゆるメリハリのつくサイドが、できなくなりますね。さあ手数がちょっと減ってきました。ラモンデッカー、デッカーの蹴りに合わせてパンチを逆に打っていきました。このセンチャンノーイであります。デッカーの戦法ね、逆にお株を奪ってるわけですからね、そして左ミドルを打っていきます。フロントキック、左ミドル、もう一回左ミドル、ランボーのですね、さっきの試合ですけども、右のミドルによって山崎は試合後ですね、腕が上がらなかったんですよ。やはりこのミドルってのはやっぱり存在化していますか。そうですね、特に相手がパンチの選手ですよね、非常に効果があってください、いやー、しかしまだ見る今日のこのセンチャンノイ、なかなか隙がありません、厄介な選手です。デッカーとしても反撃の手口が見つけにくいでしょうね。そうですね、デッカーのパンチの攻撃をですね、なんか余裕を持ってですね、ディフェンスしているようですね。ロープに詰めて膝を持っていくのはセンチャンノーイであります。デッカーがちょっとこのところロープに追い込まれるシーンが多くなりました、ワンツーからロー返していくデッカーであります。あ、パンチを持っていった。しかしガードしています、センチャンノーイ。どうしてもデッカーパンチを集めるんですが、部分的に単発になってしまう。そこへ肘が行く、センチャンノーイです。さりげなくすごいテクニックを出してまいります、センチャンノーイ。オールランドプレイヤーのセンチャンノーイです。これがルンピニーのトップの力、申し上げてもよろしいでしょう。コーナーやロープに追い詰めて、肘などの連打で追い詰めております。飛び込むことができません。やっぱり怖いでしょうかね。そうですね、これ、ラモンデッカーも非常にですね、パンチも強いんですけども、蹴りも強いんですね。
非常に基礎体力ありますので、体を乗っけたですね、はい、パンチといい蹴りといい非常にパワーがあるんですが、はい、それをうまく、トキ選手がですね、あのミドルローを受けた時に、あのミドルを受けて背中が耳すばれになっていましたよね、それからローもあのカットしようとする時にはもう足が下に降りているこういうコメントを残しておりました。非常にやはり威力があるわけですね。なるほど。さてこのデッカーあるいはセンチャンノイと言いますとやはりこの人の名前出さないわけにはいけません。ルンピニラジキューチャンピオンのイッサラーサクリーン。山井さんこれがあの次のね、5月の興行に来るんですね。そうです、あのライト級の現役のチャンピオンですね、はい、ルンピニの2月の最高試合賞最優秀選手にもなっていますこのイッサラーサクリーン。まあこの11月にデッカーはイッサラと対決したんですがその時には減量が失敗しまして、惜しくも惜敗をしてしまいました。デッカールンピニのチャンピオンになりたいというデッカー、オランダ人初めてのルンピニ、あっとこれはスリップです。オランダ人初めてのチャンピオンを目指したいというこのデッカーサクリーン、デッカー、そしてセンチアンノイ、重量級は山木さん面白くなりそうですね。左のミドル、ミドルを受けてバランスを崩す場面が多くなりました山木さん。そうですね、あのラモンデッカーのですね、はい、あの得意のパンチ攻撃、これがなんか思うようにいかないですね。そうですね、非常にあのセンチアンノイリズムな攻撃だと思いますよ、はい、離れてですね前蹴り、そしてあの、ミドルキックですね、はい、それとあの左のストレートで接近戦であの肘と膝ですね、あ、行きましたね、あのコンビネーション、はい、まあ、実にこのリズムで非常にうまいあのテクニックを出してますね。なるほど、まあ、この3回4回あたりがこのムエタイのポイントの稼ぎどころと、そしてグラウンドではそのポイントを守る、まあ、賭けがありますので、その辺実にうまく計算してますよね。そうですね、非常に冷静な試合運びだと思います、はい。まあ、このセンチャンノイですけれども、デッドリーキッサー、死のキスマと呼ばれてるそう、これはどういうことですか。なんかあの、はい、試合の時にですね、やったと起訴するんで、まあ、そういうニックネームがついてるらしいですね。ああ、そうなんですか。今日は、まあ、もちろん勝った時なんでしょうけれどもね、そういうのが見られるかどうか、このセンチャンノイであります。気合いの見える、おっとデッカーも、あ、重いですね、やはりね、そうですね、キックがね、なかなかパワーあると思いますよ。あと、今度は太ももの内側を狙いました。あれ、外の内側、どっちが効くんですか。いや、それはもうどちらでも効きます。あ、そうですか。基本的な相撲をしてしまいました。ミドルの連打、センチャンノイ。日本選手の場合はああいう連打をミドルは出るんですけども、なかなかこう連打で打つのはまだまだこの練習が必要のようですね。飛び込みません、ラモンデッカーです。山本さん、どうでしょうか、ムエタイ独特のリズムにこういつの間にかいつの間にかこう引き込まれて自分の戦い方ができない。そうですね、過去多くの選手がそうでしたね、もうラモンデッカーも全くその自分の攻撃ができないですね、はい、でもデッカーの言ってるムエタイに勝つにはパンチで行くんだ、ムエタイに合わせたらダメだ、これも一理ありますね、その通りだと思いますよ、はい。しかしそのパンチを封じている、逆にパンチを出していくこのセンチアンノイであります。長いリーチを生かしまして右のストレート転生します。そしてフロントキック、このミドルを出していきますともうデッカー交代してしまいますからね。そうですね、あのパンチをですね、はい、デッカーのパンチにですね綺麗にこの蹴り、または膝ですね、合わせてますね。そうですね、さあデッカー最後の第4ラウンド第5ラウンド終盤どういう挽回を見せますか。ガードを構えると左の ミドルが来ます。そしてご覧のように膝が来ます。ガードが下がるとパンチが来ます。うーん、あっと今やりましたね、今まだ第4ラウンドですけども、あ、勝利を確信したんでしょうか。なんか余裕を持ったようですね。デッカーの方も今驚いてましたけど、いや、しかしこれはやられた方には屈辱的ですね。まあそうでしょうね、そのラモンデッカーであります。このデッカーのファイトぶりに日本の選手たちが非常にこの影響を受けまして、室戸はウェイトトレーニングを始めました。トキ俊幸はムエタイになれないとダメだ、オランダはタイといつもやるから強くなっていくんだ、この日本のこれからの在り方を先ほど山木さんの方からその方針説明ありましたけども、どんどん世界と交流していく必要なんでしょう ね、積極的にやるしかないと思いますね、はい。まあ、タイ人でなくてもムエタイに対抗できるというところを見せたのがこのラモンデッカーであります。これから第5ラウンドに進んでまいります。それから日本帰りが今この子非常に好調で、チャンプは
ドイツで勝ちました。ノックインも勝っています。ナンポンもフェザー級チャンピオンに勝っています。ランボー、ペッダム、オーレイといったところも勝ち進んでいます。まあ、彼らのファイトは第1弾の VTR も発売されておりますので、どうぞそちらをご覧いただきたいと思います。日本帰り頑張ってるんですよ ね、 そ う、 ですね。そういう情報聞くと非常に嬉しくなります。さあ最終ラウンドです。第5ラウンド、相変わらずこの左のミドルが飛んでいきます。センチアンノイ、センチアンノイはもうこのムエタイユン戦いからいきますと無理はしなくていいわけですね。まあそうですね、はい、落ち着いた攻めをしています。まあ、しかしあの積極的に、はい、先手のように攻めてますんで、あとバランスを崩しています。このデッカーの威力のある蹴り、あるいはパンチの連打に持っていくことができるかどうか。山下さん、これも KO しかありませんね。そうですね、あのラムネが勝つしたら KO しかありません、ね、そうですね、まあ、ただしですね、はい、もうこの先手のようなこの、試合運を見てますですね、はい、なんか隙がないって感じですね。センチャンの姿勢とか靴ぶりってのはどうなんですか。いや、非常におとなしくですね、真面目で、はい、もう目立たないって感じですね。デッカーがこの表に闘志を表すタイプとしたら、このセンチャンの方は静かに内に秘めるタイプという感じですかね。対照的だと思いますね、はい。非常にあの試合見ても分かりますよね、冷静な試合振りだと思いますよ、はい、もう計算し尽くされたような、はい、あのパンチと蹴りですね、コンビネーション、接近戦で肘と膝のコンビネーション、はい、もう教科書のような、あの試合だと思いますよ。なるほど。さあラモンデッカー、このままですと、まあ、言葉は悪いんですが、山木さん、自分のキックがさせてもらえないまま終わってしまったり、不安が残るでしょうね。そうですね、焦ってんじゃないですか、はい、みんなエルボー左首相撲で捕まえてエルボー、センチャンノイ相手のペースを完全には掴ませません。センチャンノイ第1ラウンドからそうでした。パンチを求めるのはデッカー、このセンチャンノイ破るにはデッカーとしては接触戦を考えた場合、より以上のパワーということになりますか。そうですね、またあの攻撃の組み立て方ですね、これをまたあのいろんな方向で考えていかなきゃいけないと思いますね。なるほど、さあ大詰めを迎えました。最終ラウンド第5ラウンド、逆転一発 KO、 必殺の左右のフックはあるか。ラモンデッカー、オランダ、黒いトランクス、右の背を飛ばしていった、この辺りガードを下ろして相手を沿っている感じだ。余裕のセンチアンノイであります。右から左、センチアンノイパンチアート一角だ。そしてミドル、デッカーのハイはこれを外しております。なかなか得意のパンチに持ち込むことができない、このミドル、そして肘が飛んでまいります。ここで試合終了。最後センチアンノイの、これはいかんと申し上がったいデッカーであります。健闘を称えるこのセンチアンノイのキスでありますが、いやー山木さん、って感じてみれば悔しいっす。まだ判定出てませんが、一戦になりそうですね。そうですね、デッカーとしては非常にあの節約ですね、試合だったですね、はい。まあ、このセンチャンノイに対しましたラモンデッカー、まあ、この世紀の強豪を迎えたわけでありますが、今回の山下コンディションが高まりとってかなり悪かったことも、そうですね、それもまあいくらがあると思いますがね、それにしましてもですね、やはり先手の上もうまそうですね。やはりそのセンチャンノイがグラウンド判定勝ちコールを受けております。デッカー言ってますが、距離が向こうのものだと、それから、やはりこの時差的な問題があったんでしょうか、得意のフックの連打がちょっと正確さいつものあれはなかったですね、まあ、オランダ勢はこれで総崩れということになってしまったんですが、まあ、それだけ山木さん、ムエタイの強さ、このルンペニートップの力の強さを見せてくれましたね。そうですね、なかなか把握してくれると思います。はい、山木さんも今お話ですけれども、これからが楽しみな選手ですね。そうですね、これからもやっぱり先手のような選手ですね、日本で、はい、試合やらせたいですね、まあ、しかしながらこの先手の話してますが、デッカーのパンチは非常に強烈だった、夜頭痛がして眠れなかった、ボディーブローを受けて食事が取れなかった、それから蹴りの強さでブロックがした腕が痛いというふうに、これもやはりデッカーはそれだけ